トマス・ラックルス・ピンチョン・ジュニアはアメリカの小説家。現代のアメリカ文学を代表する小説家の一人であり、1990年代以降、定期的にノーベル文学賞候補に挙げられている。校の場に一切姿を見せない覆面作家として知られる。作品は長大で難解とされるものが多く、SF や科学、TEB や、 音楽などのポップカルチャーから歴史まで極めて幅広い要素が含まれた総合的なポストモダン文学である。1937年、ニューヨーク州ロングアイランド、クレンコーブに測量技師、トマス・ラグルズ・ピンチョン・シニアとキャサリン・フランセス、ベネット・ピンチョンの間に長男として生まれる。妹と弟がいる。父はプロテスタントで、母はアイルランド系のカトリック。 16歳でオイスターベイ高校を最優秀学生として卒業した。コーネル大学から奨学金を得て、同年秋に工学部応用物理工学科に入学。2年後には大学を一時離れ、海軍に2年間所属した。1957年にはコーネル大学に戻り、英文科に入学。当時の創作科の講師に、ウラジミール・ナボコフがおり、ピンチョンは、 その講義を受けていたと言われている。大学3年と4年の時に学内で発行される文芸雑誌コーネルライターの編集に携わり、1959年5月同士にスモールレインを発表。1959年大学を最優の成績で卒業したピンチョンは、複数の大学院からの奨学金を断り、マンハッタンのグリニッチビレッジのアパートメントで、 ボヘミアン生活を送りながら、小説、部を執筆し始める1960年2月から1962年9月までの間、シアトルのボーイング航空機会社に就職して、米軍の地対空ミサイルボマークのテクニカルライターとして働いている。その間、3編の短編を文芸誌に掲載。退職後は、カリフォルニアやメキシコに移り住んだとされている。 1962年、メキシコで、長編第一作、文を完成。1963年に出版され、同年度の最優秀諸女小説に与えられる、フォークナー賞を受けた。1966年、長編第二作、競売ナンバー49の叫びを発表、ローゼンタール基金賞を受賞。1967年から1972年までは、おそらく、 メキシコとカリフォルニアで生活していたと思われる。1973年、長編第3作目にして代表作、重力の虹を発表。1974年度の全米図書賞を受賞する。同年、ピューリッツァー小フィクション部門に諮問委員会が全員一致で推薦したが、理事会は読みにくく卑猥であるとして、これを知り添け同部門は該当作なしとなった。以後、 約16年にわたり、新作を発表しなかった。1975年、米文芸アカデミーより5年に一度優秀な小説に与えられる、ハウエルズ賞に選ばれたが、いらないものはいらないと受賞を辞退。1984年、初期短編を集めた、スローラーナー発表。序文を書き下ろす。同年10月28日、ニューヨークタイムズにエッセイ。 ラッたイとをやってもいいのかを掲載。1988年、マッカーサー奨励金として31万ドルを受ける。1990年、16年ぶりの長編第四作、バインランド発表。それ以前に取材を兼ねて二度来日したとも噂される。90年代半ば、出版エージェントのメラニー・ジャクソンと結婚、長男・ジャクソン・ピンチョンが生まれる。 1997年、長編第5作、メイスンディクスン発表。2003年、ジョージ・オーエル・著、1984年の審判に序文を寄稿。2006年、長編第6作、逆行出版。オンライン書店 a m a z o n .com に、ピンチョン本人と思われる人物によって宣伝文が掲載される。2009年、長編第7作。 l a バイス発表。2014年、長編大発作、b r e ディン i n g Edge 発表。初の映画化となる、インヒアレント・ヴァイスが北米で公開。前週、新庁舎から2010年6月より、観光。2021年5月に、最新作、b r e ディン i n g Edge が刊行され、ピンチョンの気発表をもて作すべてもうらした。ありがとうございます。